初めてファミコンのキャプテン翼を遊ぶアキミロです。はい、4回戦から続き遊んでいきます。今回の相手は花輪でしたっけ。立花兄弟の空中サッカーは要注意だ。立花兄弟スカイラブですね。では4試合目やっていきましょう。あの猿コンビは俺がのしてやるぜ。石崎、君も猿って言われるよ。いやーもうね、2試合連続 PK でギリギリ勝ってる感じなんで、今回の試合はね、ちゃんと点数勝ち越して勝利をつかみ取りたいですね。まずは翼のドライブシュートだー。あー、カズオー、滝くんと同じ顔してる。髪の色は違うけど。くー、やるじゃないの。カズオー、タックルだー。いけー、よーし、こぼれた。回収、なぜだー、敵の3番フォロー。そこから再びパス。おお、伊沢くん惜しい。西崎惜しい。正雄だ、いけー、俺たちの空中技って。はい、出たー、立花兄弟スカイラブハリケーン。いけー、森崎なら止められますよ、当たり前にね。森崎、余裕のパンチング見せてくれー。いやー、ですよねー。森崎くんだから止められない。っていうか、もうゴール下まで、ゴール下じゃねえ、バスケじゃねえよ。ゴール前まで行ってたのか、早いな。翼くんはいない。ここはなんとか岩見さんにドリブル突破をしていただく必要がある。突破だ。あー、余裕で取られた。マジか、やっぱファミコンのキャプテン翼はむずいですね。さあ、誰かマークについてくれ。 V2 してる中学の力を見せてやろうぜ。パスカットだ。石崎、惜しい。お、来たー、伊沢くんに当たって石崎回収。さあ、どうする。翼くんはいない。小田くん、この間にみんな位置変わってくれ。結構パスしてる間にね、味方が動いてくれてる可能性あるんですよね。次だ、岩見、パスキャッチ。翼くんいるか、いない。後ろか、後ろは嫌だな。どうだ、翼くんいる、すぐ隣にいる。翼、どうしよう、ドライブシュートここら辺からもういけるかな。めっちゃ来た。よーし、やったる。ドライブシュートだー、いけー。まあ、なかなか届かれちゃ困るよ。ドライブシュートはね、大きくね、相手の頭を超えて離すシュートですからね。よっしゃー、翼くんのドライブシュートが炸裂。しかし、まだ1対1。振り出しに戻しただけです。ここから逆転しなければ。さあ、みんなマークついてくれ。スカイラブやられる前に通る。パスカット、翼くんは動かない。よーし、こぼれた。伊沢くん回収してくれ。おお、来た来た、言葉通りになってるな、言霊の力か。翼くんはいないか。岩見、あぶねー。よーし、パスキャッチ。サイドを駆け上がる。どうだろう、誰か。いやー、逆サイはさすがにカットされる気がする。いや、追いつかれた。ドリブル突破は厳しいと見た。パスだ。お、キスギがだいぶ前行ってるな。たまには翼くん以外にも頑張ってもらうか。しつこい、まずパスができないって。どういうこと今のは。パスだー。うわー、弾かれたー。翼くん取って、ダメだー、カズオだー。やばい、スカイラブ来る。石崎、止めてくれー。かわされたー。猿対決、見事に敗北。そしてめっちゃ接近してきてる。普通のシュート打ってくれ、普通のシュート。よし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 、スカイラブじゃない、俺ならさすがに止めるでしょう。オッケー、石崎くん、石崎くんじゃない、森崎くん。あー、やばい、またカズオ
続けてシュート止めてくれー、よーし、オッケー、スカイラブじゃなければいけるいける、滝きたー、カウンターと行きたいところですが、いやーダメだな、ドリブル突破できるかな、近くに一人いたんだよな今、そろそろやばい気がする、翼よーしよしよしよし、翼くんでちょっとこのままもう中央突破していきましょう、前半のうちにもう1点取りたい、ここは抜いてくれ翼くん、ドリブル突破だー、よし来たー、もうちょい行ったらミドルシュート、もういいや、ここで打とう、いけー、ドライブシュートだー、翼くんかわして打つー、いけー、ディフェンスを超えてくる、オッケー、2点目決まってゴール、よしよしよし、あと20秒、とりあえず前半はこのままいけるでしょう、パスキャッチ、しかしもう時間はない、ピー、前半終了、いけるいける、みんなお疲れ様、後半も頑張ってね、ありがとう、どうしよう、もうみんな1回は、いや滝を話しかけてないな、油断するな、気を引き締めていこう、くそ、何月目見てろよ、みんなガッツでいこう、そうだガッツだガッツ、今のハーフタイムで翼くんのガッツもちょっとは回復したでしょう、あークロスかー、低いボール、あやべ、いけー、俺たちの空中技、スカイラムハリケーン来ちまったー、これはダメかー、まあ、ですよねーまずい、2対2、いやまだだ、まだ時間はある、速攻翼くんにパスします、翼くんにもガッツまだあるんですよ、524も、ここで中央突破からのドライブシュートで逆転してみせます、ちょうど時間もね、いい感じになくなると思うんですよね。ドリブル突破だー、かろうじて抜いたー、うまく抜いたー、うまく抜いたー、うまく抜いたー、おー、くらえー、ドライブシュートだー、いけー、決まれば俺たちの勝ちだー、うそー、マジかー、決まれば勝ちって言ったのがフラグになったか、マジかー、あそこで外れるとは、お、翼くん来た、よーし、もう一発だー、1ガッツが足りねー、マジかー、もう時間がねー、打つしかねー、いけー、うわー、ダメだー、また PK だ3試合連続 PK です、マジかー、どんだけ決めきれないんだ、勝負だ、敵はね、ここはまずはね、最初は左に来るって分かってるんですよ、敵は絶対左、これは間違いない、ほら来たー、今適当に言っただけなんですけどね、当たりましたそんなね法則はないです、僕が勝手に言っただけです、右思い浮かんだんですけど、いやー最初に思った方が危ない、左だ、ほら来た、あぶねー、冴えてる冴えてる、2度連続でないから右に飛ぼうと思ったんすけど、その裏を読んで左に来ると見た、うわー、右飛んどきゃよかった、2分の1なんでね、どうだろう、右だ、直感を信じる、うわー、ダメだー、止められたー、どうしよう、右だ、来い、来たー、オッケーオッケーオッケー、どうする、今直感では左が思い浮かんだんすけど、いや右だ、うっそー、左にしとくんだったー、自分の直感を信じられない男の末路なんてこんなもんか、いやまだ終わったわけじゃないけど、左だー、止めろー、来たー、止めてるー、互いにすげえな、4番手木杉くん、今度こそ右決める、決まれー、マジかよ、どんだけ止めてくんだよこいつ、右だ、来い、よし来たー、次決めれば勝ちです、決めれば
どうしよう、右を信じるか。いや、1にならず柔軟に左だ。うっそ、右打っとかよかった。最悪。マジか。くー、そろそろ左来る、シュートは。うっそ、逆。あー、やばい、やばい。左だ。決めろ、小田くん。だー、負けた。くー、初の PK 戦敗北。マジかー。お前ら、そんなことじゃ優勝などできないぞ。くー、若林くん、ドイツからわざわざ来てくれました。あ、戻された。やっぱ戻されることあるんだ。木杉、滝、伊沢、石崎、高杉、今見、長野、小田、中里、よくやったぞ。さらにレベルが高まったようだな。そうですね、ちょっとさすがに同じ相手の試合入れるのは微妙なんで、この試合はね、もうささっと僕の方で終わらせておきます。再び花輪との戦いから再開です。はい、東中との試合は無事4対1で勝利です。これでまたレベル上がるかな。ミーティングを始める前に、翼、森崎、2人がレベル上がりました。これで花輪との再戦です。今度こそかーつ。いやー、猿コンビに負けたんだよ石崎くん。リベンジ果たさないと。いやー、 PK はね、ほんと運だからな。どうしよう、伊沢くん、もうちょいドリブル突破。まず数男とか抜けないかな。すげー数だな。おー、抜いた抜いた。伊沢くん、うまいうまいうまいぞ。素晴らしいドリブルです。4人抜き。翼、低いボールだーって、なんで木杉くんなってんの。まあいいや、木杉くん打ってみよう。ほれー、ダメだ、通用しない。やっぱり翼くん以外じゃ決められないですね。あまりにも硬い。誰か取れ。くー、敵かー。パス、おっ、翼くん来た。これはもうドライブシュート。うん、敵のキーパー倒れてる。これ普通のシュートでもいけんじゃね。どうだろう。いけー、よっしゃー、ガッツ温存で1点先制でーす。よし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 。なんとなくね、キャプテン翼1は倒れてる時の効果がめっちゃ大きい気がしますね。高いボールだー、こっちのゴール前、しかも強烈なシュート。終わった。あーが届かない。森崎くん、レベル上がっても止められません。くー、森崎くん絶対ね、かわいそうな待遇受けてますよね。言うて V2 果たしたチームのキーパーですよ。まあ、もちろんね、先輩たちが実は強かっただけで、森崎くんは特に V2 に貢献してない可能性はありますけど、そうは言っても優勝チームのね、スタメンのキーパーですよ。なのにこの扱い。まあそういう意味ではね、終結トリオもそうですけどね、全国小学生大会で優勝したことあるチームの選手なのに、なんか他のキャラとそんなに変わらない扱い受けてる気がする。まさかいけー、今度こそドリーからドットライブシュートだー。いけー、さすがにこれは決まってくれ。オッケー、来ました来ました、2対1でーす。いや、マジいい勝負だなー。やるじゃないか翼、頼む。これはダイビングヘッドか、いけるか。ダイビングヘッド、うわー、ダメだ、効かねえ。しかしそのボールに合わせる。もうドライブシュート打とう。いけー。まあ本来ドライブシュートこんな近くから打てるもんじゃないですけどね。うわ、通用しねえ。マジかて、このゴールキーパー、なんなの。
もう目の前から打つか。いや、もしくはちゃんとドライブシュートをある程度距離を保たないで威力が出ないようになってんのか。あーやべー、スカイラバレ来なかった。普通のシュート、さすがにこれは止めてくれよ森崎くん。うそやべー、また負けかもこれ。あーもうとどめです。スカイラブハリケーン、奇跡よー。奇跡はそう簡単に起きないから奇跡ってんですよ。もうダメだ今回。完全に負けだ。2点差。PK どころの話じゃねえ。はい、ホイッスル。2対4で敗北。マジか。まさかの花は3戦目になりますね。また相談のいるあずま一中に戻されたんで、サクッと勝っておきます。レベルアップしたのは翼と石崎くんの2人だけです。はい、ホイッスル。楽勝どころかギリギリでした。3対2で勝ちました。はい、花は3試合目です。翼くん、木杉くん、滝くん、伊沢くん、高杉くん、森瀬くん、岩見くん、長野くん、小田くん、長田くん、レベルアップでーす。さすがにもう勝ちたい。サルコンビー頼むぞー。てか、いい加減翼くん以外でシュート決めらんねえかな。あまりにも翼くん以外に頼りになる選手がいなさすぎる。翼頼むぞー。ドリブル突破だー。いけードライブシュートだー。決まれー。よし、決まったー。まず先制。いや、でもこっからだなー。あのキーパー、ドライブシュートさえ止めてきますからね。よーし、翼くんにパスが渡りましたー。追加点のチャンスです。いけドライブシュートー。決まれー。2点目。いや、うっそー、マジかー。あー、低いボール来た。終わった。追いつかれたな。スカイラブー、いけー。森崎くんを舐めんな。お、本当に舐めたごめん森崎、本当に舐めたのが驚いちゃってごめん。もう初めから決まる前提で言ってますからね、本当に。だから僕がもう初めから諦めて発言したら森崎くん止めてくれてる気がする。逆に火がついてんのかな。見ろめ、俺を侮るなよってそこまで言われたからには止めないわけにはいかないぜって。おー、どうする。翼はいない。ならば伊沢くんのドリブル突破だ。もう時間もないけど、ドリブルかろうじて抜いた。しつこいマーク、引っ込みを突破できない。お、キスギがだいぶゴール前まで行ってるじゃん。パスすらできない。そしてホイッスル。まあ一応前半リードで迎えましたね。みんなお疲れ様。後半も頑張ってね。頑張る。さすがにもう勝ちたい。伊沢くんも頑張って。俺たちの目標は優勝だ。くそ、中詰め、見てろよ。みんな、ガッツで行こう。その通り、ドライブシュートを決めていこう、つばさ。はい、敵のスカイラブでーす。終わったかな。おーやっぱ僕がね、もうダメだ的な感じで言うと森崎くん止めてくれますね。森崎くんは褒めて伸ばすんじゃなくて、ちょっとこう、見捨てるような発言してった方がいいかもしれませんね。そっちの方が、やる気が出てるっぽいです。舐めるなーって。よーし、ドリブルドリブルー。翼くん、追加点取ろうぜ。2点目。ドライブシュートだー。くらえー。いけー、決まったー。2点目でーす。今のとこ2対0。俺は勝ったな。もう負けることはない。これは強敵だな。
はい、敵のスカイラブでーす。さっきね、敵の普通のボレーシュートでも1点入って、これで2点目です。3対2。全然余裕じゃない。常にギリギリです。ちなみにこっちの3点目は翼くんのオーバーヘッドで決まりました。ここで取られたらあかーん。くー、でもバックパスしかないのか。よーし、岩見くん、うまいよー。よー、あー、抜こうとするか。やばい、しかも敵ボール、まずいまずい。あと1分頼むー。はよ、ピーピーピー、きたきたきた、オッケー。なんとかね、3試合目で勝ちました。えらい苦労したな。あ、次、明和東なんだ。ミーティングを始める前に。木杉、トキ、伊沢、石崎、若杉、岩見、長野、小田、中里。よくやったぞ。さらにレベルが高まったようだな。いやー、先週成長してきてもきつい。これ、マジで敗北レベルアップ禁止だったら相当辛いんじゃないですか、初代キャプテン翼って。3よりはるかに難易度高い気がする。やれることが限られてるし。翼くん、今日のスカーメモよ。いや、とりあえずね、なんとか3試合目で倒すことはできました。これ、ほんと思うんすけど、キャプテン翼3より難しいですね。キャプテン翼3の時、何回も同じ相手に負けて、そのロードして、レベル上がらない状態で繰り返し繰り返し勝つことできましたけど、このファミコン版、まあ、いけるっちゃいけるのか。最初の花輪の時1試合目 PK いけたけど、2試合目は PK いけなかったとか、能力低い時の方が PK に持っていけて、能力上がってるにもかかわらず、PK にすらいけなかったとかもあるから、まあ、やりようによってはいけんのかな。でも、どっちにしてもやっぱり、ワンの方が難しい気がしますね。その、スルーが使えないとか、ワンツーがないとか、できることが限られてるから、余計に難しい気がしてます。まあ、次回以降もね、なんとか苦戦しながら、ヒーヒーながら、勝ちたいと思います。とりあえず今回はこれで終了です。最後に良ければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。猿と言ってた立花兄弟、強かった。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。